榎本武明は、日本の江戸時代末期から、明治の武士、政治家、外交官。最終階級は、海軍中将。栄転は正に、聖に、久ミットを通称は鎌次郎、豪波領家は、榎木、鎌を分解した、夏木金八という変名も使用していた。俗に、武陽と呼ばれることもあった。井上忠だたの元弟子であった。 爆心、幕臣榎本武式の次男として生まれる。昌平坂学問所、長崎海軍練習所で学んだ後、幕府の海洋丸発注に伴い、オランダへ留学した。帰国後、幕府海軍の指揮官となり、母親戦争では、旧幕府軍を率いて、蝦夷地を占領、蝦夷共和国の総裁となる。函館戦争で敗北し、降伏後、 東京の牢獄に2年半投獄されたが、敵将、黒田清隆の尽力により除名され、釈放後、明治政府に仕えた。開拓市で、北海道の資源調査を行い、中路特命全権公使として、カラフト津島交換条約を締結したほか、外務大臣、海軍協、中心特命全権公使を務め、内閣制度開始後は、鄭身大臣、文部大臣、 外務大臣、農商務大臣などを歴任、死者区となった。また、植民協会を創立し、メキシコに植民団を送ったほか、東京農業大学の前身である、徳川育英会育英工農業科や、東京地学協会、電気学会など数多くの団体を創設した。1836年、江戸下や岡地町柳川横町、通称、 シャミセンボリの組屋敷で、西丸五ごとめつけ、榎本武志の次男として生まれる。近所に住んでいた、田辺関安に入門資助学を学んだ後、1851年、昌平座科学文書に入学。1853年に終了するが、終了時の成績は最低の兵であった。1854年、 箱館奉行の堀俊博氏の従者として、江戸地箱館に赴もき、江戸地、フ太淳視に随行。1855年、昌平坂学問書に再入学するが、同年長崎海軍伝習所の長高生となった後、1857年に第二期生として入学。海軍伝習所では、カッテンリーケや、ポンペラから機関学、科学などを学んだ。カッテンリケは、 伝習書時代の絵の素を高く評価していた。翌1858年海軍伝習書を終了し、江戸の築地軍艦総連書教授となる。また、この頃、ジョン万次郎の私塾で英語を学び、後に、函館戦争を共に戦う大鳥圭介と出会う。海洋丸1864年オランダのハーグにて1861年11月。 幕府はアメリカに、蒸気軍艦三隻を発注するとともに、江本、内田正夫、沢太郎左衛門、赤松時長、田口俊平、津田真道、青州をアメリカへ留学させることとした。しかし、南北戦争の拡大により、アメリカ側が断ったため、翌1862年3月に、オランダに、 上気軍艦一隻を発注することとし、留学先もオランダへ変更となった。同年6月18日、留学生一行は関林丸で品川沖から出発。途中、江本、沢、赤松、内田がマシンに感染したため下田で療養し、8月23日、長崎に到着。9月11日、オランダ船か、リップス号で長崎を出港。 バタビアへ向かう。ジャワ島北方沖で、暴風雨に遭い、船が座礁し無人島へ漂着するが、救出されて、バタビアで、客船テルナーテ号に乗り換える。セントヘレナ島で、ナポレオンの偶居跡などを訪ねた後、1863年4月18日、オランダロッテルダムに到着した。オランダでは、当時海軍大臣となっていたカッテンディーケやポンペの世話になった。 榎本は、ハーグで下宿し、船舶運用術、法術、蒸気機関学、科学、国際法を学んだ。1864年2月から3月にかけ、赤松時長と共に、第二次シュレースビヒホルヒタイン戦争を、幹線武官として見学した。プロイセンオーストリア軍の戦線を見学した後、デンマークに渡り、同軍の戦線を見学した。その後、 エッセンのクルップ本社を訪れ、アルフレートクルップと面会した。また、フランスが、幕府に、軍艦建造、購入を提案したことを受け、内田とパリへ赴もき、フランス海軍と交渉したほか、赤松とイギリスを旅行、造船所や機械工場、鉱山などを視察した。1866年7月17日に、海洋丸が春行し、 同年10月25日、ノモトな留学生は海洋丸と共に、オランダのフリシン玄港を出発、リオデジャネイロ、アンボイナを経由して、1867年3月26日、横浜港に帰着した。5月10日に幕府に召し出され、100票15人淵、軍艦役、海洋丸乗組頭取に任せられる。7月8日に、軍艦頭並みとなり、 不意を許される。9月19日に軍艦頭となり、泉守を名乗る。同年、オランダ留学生仲間の臨県会の妹、達と結婚した。阿波沖海戦、大阪撤退1867年末には、幕府艦隊を率いて、大阪湾へ移動しており、京都での軍議にも参加していた。翌1868年1月2日。 大阪湾から鹿児島へ向かっていた薩摩藩の平運丸を攻撃した。薩摩藩の抗議に対しへのもは、薩摩藩邸焼き討ち以来、薩摩藩とは戦争状態にあり港湾封鎖は問題ないと主張。さらに1月4日には、兵庫港から出港した薩摩藩のカス丸他を追撃、阿波沖海戦で勝利した。とば。 不見の戦いでの旧幕府軍敗北を受けて、江本は、軍艦奉行、八田堀系倉ともに、幕府陸軍と連絡を取った後、1月7日に、大阪城へ入城した。しかし徳川義信は、すでに6日夜に、大阪城を脱出しており、7日朝、江本不在の海王丸に座城した後、8日夜に、江戸へ引き上げていた。江本は、 大阪城に残された銃器や刀剣などを運び出し、城内にあった18万両を、勘定奉行並み、小野と五郎と共に、順道丸と、昇格丸に積み、自身は、新選組や旧幕府軍の負傷兵らと共に、富士山丸に乗り、12日に、大阪湾を、出発、15日、江戸に到着した。1月23日、海軍副総裁に任ぜられる。 榎本は徹底抗戦を主張したが、標順姿勢の吉野部は取り上げず、海軍総裁の八田堀も、吉野部の意向に従い、榎本派が、旧幕府艦隊を支配した。旧幕府艦隊の脱走品川沖の旧幕府、艦隊後列左から小杉正幸新、榎本同将、林藤三郎、松岡万吉。 前列左から荒井久之助、榎本武明同年4月11日、新政府軍は、江戸海上に伴い降伏条件の一つである、旧幕府艦隊の引き渡しを要求するが、榎本は拒否し、人見正太郎や岩八郎が率いる遊撃隊を乗せ、悪天候を口実に、艦隊発石で品川沖から、安防国立山に脱走した。 かつ海州の説得により4月17日に、島川沖へ戻り、4隻を新政府軍に引き渡したが、海洋島の主力艦の温存に成功した。江本はなおも、抵抗姿勢を示し、うるう4月23日には勝ちに、艦隊の函館駅を相談するが反対される。5月24日に、徳川宗家の駿河、東東海70万国への原報が決定。 江本は違法官僚を見届けるとしつつも、配下の軍艦で、遊撃隊や城西藩主、林忠孝に協力して、立山藩の陣屋を砲撃した上、小田原方面へ向かう彼らを立山から真鶴へ輸送したほか、林王寺宮や脱走兵を東北地方へ運ぶなど旧幕府側勢力を支援した。7月には奥上連藩同盟の密使と会い、7月21日、 列藩同盟の参謀を務めていた、板倉克基を、小笠原おさゆき宛に支援に向かう、胸の書状を出した。8月に入ると密かに脱走準備を進め、8月4日、勝ちに、警挙モードを包むよう申し渡されるが、8月15日に、徳川家里が駿府に移り法が完了すると、江ノ本は8月19日、高専派の急爆心と共に、海洋丸、 海天丸、万竜丸、千代田型、新足丸、三河丸、寒林丸、長芸丸の八冠からなる、旧幕府艦隊を率いて、江戸を脱出し、奥上津列藩同盟への支援に向かった。この艦隊には、元赤土寄、より、長井久氏、陸軍武行並、松平太郎、将棋隊や遊撃隊の生き残り、そして、 フランス軍事顧問団の一員だったジュールブリュネとアンドレ・カズヌーブなど、総勢2000余命が乗船していた。江戸脱出に際し、江の元は、激文と、徳川家臣退挙国文という主相、を、かつ回収に託している。激文王政日清は、広告の幸福、我が輩もまた希望するところなり。しかるに、当銀の生態、その名は公明世代なりといえども、 その実は叱らず、王兵の投下するや、我が老化君をふふるに、朝敵の汚名を持てす。その処置すでに甚だしきに、ついにその上地を没収し、その倉庫を領収し、祖先の墳墓を捨ての祭らしめず、急進の左右は富に勧誘となし、ついに我が藩士をして、居宅をさえ保つことはたわざらしむ。また人叱らずや、これ一に、共犯の死位に出て、 神聖の王政にひず。我が輩泣いて、これを、ミカドコンに訴えへんとすれば、言語拘束して常実通ぜず。ゆえに、この地を去り長く広告のために、一話の企業を開かんとす。それ広告市民の向上を維持し、数百年怠惰の兵夫を人洗いし、その息をこぶし広告をして、崇拝万国と非権工業せしめんこと、ただこの一挙にあり。 これはが早えて自ら任ずるところなり、平等在位の君子も、水ベリンゲの因子も、純も、瀬戸人心に志ある者は、この言を聞け。暴走を切れ、暴風雨に襲われ艦隊は離散し、寒銀丸、三河穂丸の二隻を失うが、8月下旬頃から順次、仙台に到着した。9月二日、江ノ本、ブリュネ、カズヌーブは、仙台城で、 伊達義国に越見する。翌日以降、仙台藩の軍議に参加するが、その頃には奥別列藩同盟は崩壊しており、9月12日に仙台藩も降伏を決定した。これを知った江本と、土方歳三はと上し、失勢大乗孫三郎と、遠藤文七郎に面会し、本意させようとするが果たせず、出港準備を始めた。旧幕府艦隊は、 幕府が仙台藩に対応していた大野郷丸、法王丸を艦隊に加え、桑名藩主、松平貞明、大鳥圭介、肘方俊三らと、旧幕臣の伝習隊、小吉佐機隊、仙台藩を脱藩した学兵隊など、契約3000名を収容。新政府軍の仙台入場を受けて、10月9日に仙台を出港し、石巻へ移動した。 この時、新政府軍、平方口総督史上高うた宛に、旧幕臣の救済とロシアの侵略に備えるため、エゾ地を開拓するという内容の嘆願書を提出している。10月11日には、横浜在住のアメリカ人で、ハワイ王国総領事であった、友人版リードから、ハワイへの亡命を進められるが断っている。その後、幕府が、 仙台藩に対応したがブライ元に奪われ、海賊行為を行っていた、千秋丸を、気仙沼で打破し、都湾で、補給の後、江戸地へ向かった。函館戦争、函館大戦争の図、長島毛細が一番左の白馬に乗りやりを持った、人物が江の元。五稜郭江戸地に着いた、旧幕府軍は、10月20日に、 函館の北、内浦湾に面する足の木に上陸した。二手に分かれて、函館へ進撃。各地で新政府軍を撃破し、10月26日に五稜郭を占領。榎本は11月1日に五稜郭に入場した。その後、正木藩を攻撃するが、海洋丸を江差し攻略に投入した際、座礁により喪失する。 12月15日、エゾ地平定を宣伝し、鹿以上の選挙により総裁となった。この間、イギリスとフランスは、状況把握と自国民保護のため軍艦を函館に、派遣。江本は11月8日に、両国の艦長及び在函館領事と会談した。イギリス公使ハリー・パークスと、フランス公使ウトレーは、旧幕府軍を、 交戦団体として認めず、日本の内戦には、中立ではなく、不干渉とするという訓示を出していた。しかし艦長らは、口頭で、英仏両国の意思を伝えたものの、榎本らから文書にしてほしいと求められ、翌日、厳正中立を遵守する、旧幕府軍については、英仏国民の生命、財産、 貿易保護のためにのみ限定して、事実上の政権として承認するという、先の訓示とは異なる内容の覚書を手渡した。それを知った、パークスらは、この覚書を否認する文書を作成し11月30日に、旧幕府軍へ渡したが、榎ノ本らは事実上の政権として認められたと、懸伝した。また、 榎本は12月1日に新政府宛の探願書を英仏の艦長に託すが、12月14日、新政府に拒絶される。12月18日、局外中立を宣言していたアメリカが新政府指示を表明。幕府が買い付けたものの母親戦争の勃発に伴い、引き渡し未了だった。総交換、公鉄が。 翌1869年1月、新政府に引き渡された。旧幕府軍は状況を打破すべく、3月25日、早朝、宮古湾に停泊中の鋼鉄を奇襲し、異常攻撃で奪取する作戦を実行するが失敗に終わる。4月9日、新政府軍は、江戸地、乙部に上陸し、旧幕府軍は5月初めには、函館周辺に追い詰められた。 5月8日、早朝、榎本自ら全軍を率いて、大川の新政府軍本陣を攻撃するが、撃退される。新政府軍は5月11日の総攻撃で、函館市街を制圧した後、函館病院長、高松良雲の仲介で、五稜郭の旧幕府軍に降伏勧告の使者を送るが、5月14日、榎本らは拒否。 榎本は拒否の回答状とともに、オランダ留学時代から肌身離さず携えていた、海立前書が、戦火で失われるのを避けるため、新政府軍海軍参謀に送った。これに対して、新政府軍は、海軍参謀名で、感謝の意図、いずれ翻訳して、世に出すという内容の書状と酒と魚を送っている。5月15日に、弁天台場が降伏し、16日に、 千代家大陣屋が陥落すると、同日夜、江本は責任を取り自陣しようとするが、近所の大塚角野城に制止された。17日、江本ら旧幕府軍幹部は亀田八万宮近くの民家で、黒田清田からと会見し降伏役場を取り決め、18日朝、亀田のト所に出頭し降伏した。江本武明署名のため提発した。 黒田清隆江本元ら旧幕府軍幹部は、熊本藩兵の護衛の下5月21日に、函館を出発し、東京へ護送された。6月30日に到着し、辰野口にあった、兵部省軍務局救問所の牢獄に収監。江本元らは、一般の在任と同じ牢獄に一人ずつ入れられ、それぞれ牢名主となった。 政府内では、榎本らの処置に関して対立があり、木戸高吉ら長州罰が厳罰を求めた一方、榎本の才能を評価していた、黒田清隆、福沢幸知らが除名を主張。旧門生黒川道則らにより、フランス軍人の参加とガルトネル開墾条約事件に関する尋問が行われた以外、何も動きがないまま公金が続いた。 後年榎本を批判する、福沢幸吉も除名活動を行っている。榎本の母と福沢の妻は遠園ながら、本人同士はさほど面識がなかったが、榎本の妹婿であり、福沢の元上司であった元外国奉行、江連隆子族から、榎本の状況把握を依頼された福沢は旧文書に掛け合っている。そして、静岡にいた、榎本の母と姉を江戸に呼び寄せ、 榎本の母のために面会請願文を代筆した。なお福沢から科学の本を借りているが、日本一の科学者だと自負していた榎本は家族への手紙に、福沢の本は幼稚なもので、大勢の弟子を抱える福沢も大したことがないと書き残している。獄中では、幼書などの差し入れを受け読書に勤しみ、執筆や、老内の少年に、 感覚や洋楽を教えたりしていた。また、兄の家計を助けるため、フランキや石鹸、ろうそくなど様々なものの製造法を手紙で詳細に教えている。クリップ、絵の農場跡の騎馬像。土産紙をモデルにしているため、馬が小さめになっている。1872年1月6日、特赦により出獄、出国、新類宅で謹慎する。 3月6日に方面となり、同月8日、黒田が時間を務めていた、開拓市に4等出資として任官、北海道鉱山検査巡回を命じられた。5月末、北垣国道らと共に、海路北海道へ向かう。翌月から、函館周辺を手始めに、日高、十勝、釧路方面の資源調査を行い帰京。石炭海を開拓市に持ち込んだ札幌在住の、 早川長十郎の情報をもとに、石狩丹田に関心を示す。1873年1月、中盤間に昇進。同年1月から3月にかけ、東京の開拓石狩学校で、黒田、榎本、ケプロンは、資質調査方針策定のために三者会談を行う。榎本は、調査を進めるため、黒田がアメリカから招聘した法レスケプロンともに、 来日したが、ケプロンに更迭されていた、トーマス・アン・チセルを再投用しようとした。しかし、ベッド、ベンジャミン・スミス・ライマンに、地質調査を行わせていたケプロンに反対される。同年夏、榎本は再度北海道に行き、熊石の石炭酸を調査した後、石狩山地に入り、空地炭電を発見、良質な炭素であると分析結果を出した。しかし、ケプロンは、 江の元の調査結果を認めず、未熟の屋からと誹謗した。北海道土地売り貸し規則が制定されると、1873年、早川長十郎に案内された、石狩川沿いの大岸の土地10万坪、それと小樽の土地20万坪を、北垣国道と共に払い下げを受けた。大岸には、江の元農場を開き、小樽には、北新社を設立し土地を管理した。 ロシア帝国とのカラフトの国境確定交渉と、ロシア皇帝アレクサンドル二世が仲裁することとなった、マリアルス号事件に対処するため、中ロ特命全権講師に決まった、佐和信義が1873年10月に病死。榎本が代役として1874年1月10日の閣議で領土交渉施設に決定し、18日、中ロ特命全権講師に任命された。 合わせて1月14日、日本最初の海軍中将に任命された。同年3月10日に横浜を出発、パリオランダベルリンを経て、6月サンクトペテルブルクに着任。6月18日、アレクサンドル2世に越見し、20日にはクロンシュタット軍港を視察した。領土交渉については、交際の広いポンペを、 日本公使館付属医師の名目で顧問に招き、ロシアの内部情報を探り、ロシア外務省アジア局長、ピョートル・ストレモーホフとの交渉の末、1875年5月7日、外務大臣、アレクサンドル・ゴルチャコフとカラフト、千島交換条約を締結した。また、マリアルス号事件は、同年6月13日、アレクサンドル2世の裁定が下り、日本が勝訴した。 その後、同年8月から9月にかけて、西洋を視察。ドイツで、クルップの工場と鉱山を見学した後、パリ、ロンドンを訪問した。またロシア滞在中、幕末の県費施設であったエフィムプチャーチンらと親睦を深めた。シベリア横断1878年7月26日、サンクトペテルブルクを出発し、帰国の音に向かう。 榎本は当時日本に広まっていた、恐れろ病を克服するため、ロシアの実情を知ることを目的に、シベリアを横断した。モスクワを経て虹にノブゴロドまで鉄道で行った後、船と馬車を乗り継ぎ、9月29日に、ウラジオストックに到着。そこで、黒田清高が手配していた汽船、函館丸に乗船し、10月4日小樽に帰着。札幌滞在の後、 10月21日に帰郷した。この時、山内つつみ雲と共に、小樽の手宮洞窟にある古代文字を調査し、報告している。1879年2月12日、条約改正を取り調べおようがかりを命じられ、同年9月10日に外務省に当主し、11月6日に外務大輔となる。さらに11月18日、議定官を兼任した。 1880年2月28日、海軍協に就任。海上放棄である日本海霊草案を作成するが、海軍人事に介入したため、薩摩出身者の怒りを買い、1881年4月7日、海軍協を免ぜられ、同年予備役へ退いた。当時、政府は明治宮殿の建設を計画しており、江のもは、 孔子時代のロシア宮廷での経験を買われ、1881年5月7日に、皇居造営御用係、翌1882年5月27日、皇居造営事務副総裁に就任。この時から、皇室との関係が他の県間に比べてより深いものとなった。同年8月12日、中心特命全県公私となり、妻子を連れて北京へ赴任。 1883年末に、李工省と、王子で会談、進行を深める。1884年に、朝鮮で、方針事変が発生すると、日本側全県の伊藤博文を支え李工省と、たびたび会談し、転身条約締結に貢献した。1885年10月、新国駐在を免ぜられ帰国した。 帝信大臣1885年12月22日、内閣制度が発足。第一次、伊藤内閣の帝信大臣に就任する。1887年5月24日、勲行をもって死者区に除される。1888年4月30日に、黒田内閣が誕生すると、帝信大臣に留任するとともに、それまで黒田が務めていた、農商務大臣を、 井上香織が公認となる7月25日まで臨時兼任した。同年、電気学会を設立、初代会長となる。文部大臣1889年2月11日の大日本帝国憲法発布式では、議展係長を務めた。同日暗殺された文部大臣、森有則の公認として、3月22日、定身大臣から、 文部大臣へ横滑りする。第一次、山形内閣で留任し、明治天皇の希望であった道徳教育の基準策定を命じられる。大臣新任式で天皇から特に希望されたにもかかわらず、積極的に取り組まなかった。そのため1890年2月の地方官会議で、知事たちから突き上げられ、5月17日に皇徹、数密顧問官となった。 また、同年開催された、内国官業百覧会の副総裁を務めた。育英工農業家の、開校東京農業大学開校の地1885年、江本と伊庭総太郎らが中心となり、急爆心の指定に対する、奨学金支給のため、徳川育英会を設立。この徳川育英会を母体に、1891年3月6日、東京、 飯田橋に、育英校を設立し、管理庁に就任した。育英校は、農業家、商業家、普通家の参加があったが、後部鉄道の飯田橋延伸に伴う敷地の買収話が持ち上がり、農業家は、翌1892年10月23日、小石川区大塚久保町に移転し、育英校分校農業家と解消した。さらに1893年、 私立東京農学校と解消し、榎本は講師となった。1894年に、徳川育英会から独立したが、毎年の入学者が50人を超えず生徒が集まらない状況に、榎本は廃校を決意。しかし、農学校の評議員であった、横井時義が反対し、運営を引き継ぐ。榎本は手を引き、1897年。 農学校は大日本農会に移管された。外務大臣1891年5月11日に大津事件が発生すると、榎本は5月15日、ロシアへの謝罪施設、アリス川の宮田家人新農の随行員を命じられたが、17日にロシア公使が施設派遣は不要と表明したことから中止となる。ただし、外務大臣、青木修造が 隕石辞任すると、5月29日、榎本が公認に任命され、議定の林忠氏を時間とした。青木が取り組んでいた、条約改正交渉を継続し、1892年4月12日、条約改正案調査委員会を立ち上げ、同年、ポルトガルが経費削減のため総領事を廃止したのを機に、同国の領事裁判権を撤廃した。また、 以前から私的に取り組んでいた、海外植民を政策として進めた。1892年8月8日、第1次、松方内閣総辞職に伴い外務大臣を辞任、数密顧問官となる。農商務大臣1894年1月22日、第2次、伊藤内閣の農商務大臣に就任する。当時、日本は、鉄鋼需要の大半を輸入に依存しており、 政府は新たに製鉄所の建設を計画していた。製鉄所は民営とすることで1893年に閣議決定していたが、榎本は大臣に就任すると官営を主張し先の閣議決定を覆した。1896年、製鉄所建設の予算が成立し、3月29日に製鉄所完成が交付。江本は製鉄所所大長官に、 腹心の山内包み雲をつけた。なお、荒井育之助による、浦賀選挙の設立を講演している。足尾鉱毒事件かねてより、足尾銅山の鉱毒被害は、問題となっており、1895年には、栃木県知事、佐藤徹と群馬県知事、中村元は、連名で政府に、足尾銅山に関する、要望書を提出するが、江野元はこれを放置。 1896年9月の大洪水で、鉱毒被害が拡大、激化。翌1897年2月、田中正造が国会で、工業停止を命じない理由の回答を求める、質問書を提出し、政府の取り組みを非難する演説を行った。これに勢いづいた、被害農民は1000名を超える、陳情団を上京させ、江の元は3月5日。 被害農民と面談した。3月18日、先の田中の質問に対して、政府は、榎本と内務大臣、河山助則の連名で、時短契約は、小賀工業と、被害農民の民事上の問題であり政府は、関与しない。工業停止も、工業条例に適合するか断言できない。ただし政府は目視していたわけではないという回答書を出したが、 この回答は、被害農民の反発を招き、第2回退去東京押し出しを引き起こす。3月23日、江の元は、谷盾木や津田線の助言を受け入れ、津田の案内で現地を視察。同日夜、大隈重信に相談し、24日に、公読調査委員会を設置した。27日に再度陳情談と面談の後、29日に大臣を、 隕石辞任全館礼遇を受ける。なお辞表では、農商にかかり激務に耐え難いことを、辞任理由としている。メキシコにおけるエスクイントラの一へのもとは、長年、海外植民への関心を抱き、中路特命前健康史時代には、岩倉ともみに、日本領が確定したばかりの小笠原諸島へ在任を、移住させたり、 スペイン領のラドローネン諸島とペリリュー島を購入し、さらに、ニューギニア島の一部と、ソロモン諸島などを、日本領として、それらを拠点に貿易事業を推進することを、権限していた。1879年、渡辺幸吉らと東京地学協会を立ち上げ、ボルネオ島とニューギニア島を買収し、日本人を移住させることを発案する。1891年、 外務大臣に就任すると移民課を新設しニューギニア島やマレー半島などに外務省職員や移住専門家を派遣し植民地建設の可能性を調査させたそこへ在産フランシスコ領事館からメキシコ政府が開発のため外資と移民を歓迎している話が入り在米特命前健康史の盾の号さんにメキシコ植民の可能性を調査させた盾のが メキシコの時代は安く日本の農民を送って事業を起こせば莫大な利益が得られるとの報告を挙げると、榎本はメキシコ植民に傾き、早速メキシコに中南米発の領事館を開設した。外務大臣辞任後の1893年、榎本が会長となり、植民協会を設立。根本忠氏をメキシコに派遣し、 コーヒー生産が期待できるという報告を受けた。続いて1894年、アメリカ留学帰りの橋口文造をメキシコ南部のチアパス州へ派遣し、エスクイントラが入植に最適との報告を受けた。植民団の資金集めのため、1895年の住国移住組合設立に続き、 1896年12月、榎ノが社長となり、日木託色株式会社を設立したが、1株50円で4000株、20万円の資本金を集める計画に対し、1919株しか売れなかった。榎ノは、資金調達が不調であるにもかかわらず、1897年1月、メキシコ政府とエスクイントラ勧誘地払い下げ契約を締結。 3月24日、36名の植民団が横浜を出発した。植民団は5月19日にエスクイントラに到着するが、マラリアが蔓延したことに加えて、雨季に入っていたためジャングルの伐採が進まず、入手したコーヒー苗も現地の環境に合わないものであったことなどで資金がつき、逃亡者が発生して、わずか3ヶ月で植民地は崩壊した。 江本は1900年、事業を、植民協会会員で大義士の藤野達次郎に譲渡、首相を引いた。晩年の江本武明江本武明の墓1898年、富山県で発見された隕石から製作させた、日本刀、流星刀を皇太子に献上。流星刀の製造技術を、論文、流星刀記事として発表した。また、同年、 工業科学会の初代会長となる。1900年、名優、黒田清隆が死去した際、葬儀委員長を務めた。1905年10月19日、海軍中将を退役となる。1908年7月から病気となり、10月26日、腎臓病で死去。去年73、同月30日、海軍葬が行われた。墓所は、 東京都文京区の吉祥寺にある、江本竹明像、戸谷部春亭に、江戸っ子の代表的人物と評されたように、執着心に乏しく野暮が嫌いで、正直でギリ固く、涙もろい人間であった。信仰のあった、新門達五郎の孫を引き取り、学校に通わせたり、困っている人がいれば気軽に金を貸していたが、林正は、一度人を信用すれば、 何でも信じてしまうため、友達としては最高だが、仕事仲間としては困る人だと評している。投獄されていた際、姿勢ぶらいのとと交流したこともあり、気軽で無頓着、清本節や土々一など粋な趣味を持った。晩年も、力士を座敷に招いて相撲を取らしたり、角付けの信頼語りを玄関先に呼び入れたりしていた。酒豪で、日本酒を、 米の水と呼んでいた。シャレッケがあり、母親戦争の時の心境について明治になってから聞かれた際、今ならあんな幼稚なことはしないが、帰国したばかりでよくわからなかったし、長州人と言っても当時は、どこの馬の骨だかわからないので抵抗してみたと、とぼけている。また東国中、重罪人であるにもかかわらず、当時の政府を批判する、ないない不死というザレ歌を作っていた。 道場たちには、腹がない鍋島様には、締まりがない三義の者には育児がないそこで何にも、締まらない。今度のご処置は、たわいない官軍長的差別ない。死んだ者には、口がない上位と止めどない開口しても締まりない。大倉省には、金がない男女無茶にはしようがないすることなすことわけが、ない。ところどころの恋女はつまらない盗人年中隊が、 ない世上安土の暇がないそこで万民に命がないと、んと日本も収まらないないない節一下り、江ノ本竹明、よいす向島に屋敷を構えていた江ノ本は、向島百花園を気に、入り、晩年、朝夕の散歩がてら訪れては、四季の草花を眺めていた。植物、特に外国の花については、非常に白色で、百花園の主人に教えていたこともあるという。また、 将軍家のために作られた、おなり座敷で酒を飲むのを好んでいた。園内には、廃人、企画道英記の闇の夜や、誰を、主の隅田川という区域があるが、江のはこれを見て、拙ない区だとして、おぼろよや、誰を、おもと、ことといハム、鍋焼きうどんを伝官酒と読み直している。政治家としては、実務的大臣を歴任し、明治裁量の官僚と評され、 明治天皇からも信頼を得て、大津事件の謝罪施設派遣に際しては一旦辞退したものの、天皇皇后から役目を受けるようお定めを賜っている。しかし一方で、爆心ながら、薩長の政府に仕えた、貴家族の親玉や、藩伐政治の中で名ばかりの、晩職大臣という批判も受けた。榎本を、大々的に批判した人物に、福沢諭吉がいる。 1887年、江本は、清水次郎長らと共に、清水、清見寺に、官林丸の慰霊碑を建て、四季ワイン公列伝の一節、職人の職者死人のことを石文に記した。1890年、清見寺を訪れた際に石文を見て憤慨した、福沢は、翌年、幕府の高官でありながら新政府に仕え家族となった、江本と、勝海舟は、 本来徳川家に準じて陰性すべきであったと批判する関我慢の説を書いた。福沢は江ノ本と勝ちに本性を送り意見を求めたが、当時外務大臣であった江ノ本は多忙につき、そのうち返答するという返事を出した。関我慢の説は1900年12月、世間に公表されたが、翌年2月に福沢が死去し、江ノ本は返答しないまま終わった。 榎本家の先祖は、相模国から、武蔵国へ移り住んだ豪子であり、江戸時代は代々お価値として使えた家柄であった。家門は丸に梅鉢。フランス人のジャンフェリー・チェテオド・レオルトランチョの海洋法に関する本。現代は、レグ・インターナツ・イナリス・イ・ディープローマシー・デラメール。榎本が、高松両運に宛てた手紙で、 レグ・インターナツイナリスに、海ツという日本語を当てたことから、海ツ全書、または、バンコク海立全書と呼ばれるようになった。1845年に初版が発行され、江ノ本留学中の1864年に第4版が出版されている。上下2冊で構成され、第1冊は、総論、ジョロインと平時放棄、第2冊は、戦争状態を扱っている。 日本では1899年に海軍参謀本部により海上国際上記として和訳された。榎本が所持していた本は科学の師であるハーグ大学フレデリクス教授がラニアク指示筆筆者したものでオランダ語でディープローマシー・デアジーという題名が付けられていた。 なお、オルトランの原書の完全訳ではなく、榎の用ように内容を主捨かつわかりやすくしたものであり、後に榎のにより原書と対比した書き込みがなされている。箱館戦争の際に榎のから受け取った黒田清隆は、維新後、本書を海軍省に収めたが、榎のは、海軍教時代に本書を海軍省の書庫で発見し、再び自分の蔵書とした。 その後、孫、竹秀が1916年に、宮内省に献上、現在は、宮内庁所領部に保管されている。なお、江本の投獄中に、福沢幸吉が、本書の翻訳を依頼されている。福沢は、本書の序文4から5ページだけ翻訳して、これは貴重な本だが、講義録であるから、講義を聞いた本人でなければわからないとして、案に江本の除名を求めていた。 ありがとうございます。